ハロルド・アラン・ウィルソンはイギリスの陸上競技選手である。彼は1908年に開催されたロンドンオリンピックの1500メートル競争で銀メダルを獲得した。中距離走を得意としたウィルソンは1908年5月30日に開催されたオリンピックイギリス代表選考に出場して1500メートル走で史上初の4分台を 突破する3分59秒8を記録している。1500メートル走の世界記録保持者として臨んだ、同年のロンドンオリンピックでは、7月13日の予選で7組に入って走り、2位に6秒近い大差を、つける4分11秒4を記録して、翌日の決勝へ進んだ。決勝では、当時のオリンピック記録で1位となったメルビン・シェパードに0.2秒遅れの2位で、 ゴールし、銀メダルを獲得した。このオリンピックで彼は、サンマイル団体競技にも出場したが、メダルは逃している。翌年には、ニューヨークのクイーンズで、競技活動を始め、オリンピックでのライバルだったシェパードと共に、アイリッシュアメリカンアスレティッククラブの一員として、競技会に参加した。彼は、アメリカ国内で1909年の屋外。 競技会シーズンを通して、競技会に参加し、優秀な中距離走者の一人とみなされるようになった。その後、1909年中に、プロ走者に転校し、カナダや南アフリカで、一定の成功を収めた。彼は、第一次世界大戦に従軍して1916年に、フランスで戦死しているが、死去の日付や場所などの詳細は不明である。ありがとうございます。